二の腕を引き締める筋トレルーティーン始めていきます。まず最初は立った状態で腕を後ろにプッシュ。この時やや前傾姿勢になり、左右の肩甲骨をグッと寄せるイメージで腕を後ろにプッシュします。最初はゆっくり行いましょう。残り10秒頑張りましょう。ここで10秒の休憩です。次は今の動きをスピードアップして行います。残り10秒あと少し。次は両手を上に上げてしっかり握り、背中の方に下ろしていきます。二の腕を使うイメージで行いましょう。残り10秒です。頑張りましょう。10秒休憩です。次は横になって膝つきの腕立て伏せを行っていきます。30秒頑張りましょう。できる方は肘をもっと曲げて床ギリギリまで落としていきましょう。残り10秒です。頑張ってください。次は天井の方を向いて腕とかかとの力だけで体を支えていきます。体のラインをまっすぐにしてキープしていきます。残り10秒です。頑張ってください。ラスト、足をちょっと引き寄せて体を天井の方にプッシュしていきます。最後頑張りましょう。あと20秒頑張りましょう。あと10秒最後の力を振り絞って頑張れ。お疲れ様でした。よく頑張りました。お疲れ様でした。ちょっときつかったかなと思います。二の腕が痩せにくい原因としては脇のリンパが結構詰まってしまってるっていう方が多いかと思うので、筋トレをする前に脇の下を軽くマッサージしてあげてもいいかなと思います。ということで、少しずつ毎日続けてすっきりした二の腕を目指していきましょう。ではまた見てください。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。